餅と梅昆布茶昆布茶は昆布を乾燥させ細かく刻むか粉末状にしたものに湯を注いで飲む飲料。軽く塩味をつけたものやあられを配合したもの、玉露を加えたものもある。昆布の旨味とお茶を飲む習慣から古くから楽しまれ平安期に村上天皇が薬として用いたとの文献もある。一般的には風味茶の一つとして 江戸時代にはすでに存在していた様子である。味を整えるために砂糖、塩、うま味調味料が添加された粉末昆布茶が一般的であるが、うま味調味料を使っていない昆布茶も差別化として販売されている。飲料としてだけではなく、減塩のために食塩や醤油代わりの調味料として用いられる場合もあり、メーカーが料理レシピを公開している例もある。 昆布の旨味を研究した結果できたのが、旨味調味料の主成分であるグルタミン酸なので、昆布茶は、旨味調味料の代用品として利用もされている。乾燥させた梅肉を配合したものは、梅昆布茶と呼ばれる。フリーズドライの梅の粉末を、角切り昆布茶にまぶした梅昆布茶は、正月やおめでたい席に出す福茶の習慣に用いられる、こともある。2センチメートル角に切った、 角切り昆布茶や刻み昆布が入ったものも登場し、昆布だしの旨味が相まって人気が出ている。昨今の自然食ブームを受けて、化学調味料不使用の昆布茶も販売されている。ありがとうございます。